秋の行楽シーズンですが、注目したいのが日替わりのバス、日帰りのバスツアーです。今お寿司やフルーツなどの食べ放題がついたお得なツアーが大人気なんです。キャンセル待ち？今年ガソリン高騰ということもあり、早い者勝ちになっている食べ放題バスツアー、キャンセル待ちも出るほど大人気です。予約するなら今しかない、食欲の秋、10月限定のお得なツアー。アワビもある。そうです。大トロもありますよ。はい、今回はご覧の2つをご紹介。高級フルーツ食べ放題のプランと、アワビや大トロも食べ放題、お寿司のプランです。まずはこちら。おはようございます。おはようございます。さあ、今日は食べ放題ということで、私お腹の準備万端でございます。さあ、今回の食べ放題の食材は何でしょうか？フルーツです。ただ食欲の秋ということで、フルーツだけではございません。旬な食材もたくさん用意してますので、ぜひ楽しみにしてください。楽しみです。フルーツをはじめ秋の味覚を楽しみにバスに乗り込みます。午前9時、札幌駅を出発です。本日はクラブツーリズムの余市の旬のフルーツ狩り食べ放題のツアーにご参加いただきましてありがとうございます。本日の行程のご案内を差し上げます。まずバスは食べ放題ができる余市町の果樹園へ、そして道の駅に立ち寄り、ランチは二木町へ、さらに小樽の酒蔵に立ち寄って札幌に戻るという7000円以下で行けるバスツアーです。まもなく収穫時期を迎えるワインのぶどう畑を抜けて果樹園に到着。訪れたのは季節のフルーツの収穫ができるニトリ観光果樹園です。この日収穫できるのはぶどう、梨、そしてプルーンの3種類。品種に分けると10種類以上の味が楽しめます。さあ、2時間かけてフルーツ狩りスタートです。各自カゴをもらって自由に畑を散策します。ぶどうのいい香りがしています。あ、もう早速グリーンの緑色のぶどうぶら下がってます。あ、ありました。たくさんなっています。おー、立派ですね。さあ、せっかく収穫するなら程よく甘みのあるぶどうが食べたいですよね。美味しいぶどうの見分け方知ってますか？これはもうミスターブドウの白井さんが分かってますよね。まあね、針があってね、茎がしっかりしてるやつですよ。ちょっと惜しいです。この一番下の部分の粒が美味しい。それを見分けてください。全然違いましたよね。全然違いましたね。うん。うん。あ、ちょっと酸っぱいかも。酸っぱい。さあ、このように味を確かめて収穫していいんです。いいんだ。はい。うん、みずみずしくって、もう噛んだ瞬間じゅわーっと果肉が広がるような、これはいい食べ頃です。はい、取れました。一方、ツアーのお客さんは梨畑で大興奮。これでしょ、うん、これいい色だわ。いい色でしょ、すごくいい色でしょ。これ小粒で美味しいかなと思って。そう、これ美味しいかなと思った、はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、こちらは仲良し6人組、4年ぶりに一緒に巡るバス旅。梨のお味は美味しいです。どれだけ美味しいです。ちなみに農園の広さはなんとエスコンフィールド12個分。移動に時間がかかってしまうので、収穫前に地図を確認しておくことがおすすめです。さあ、私はプルーン3個、梨3個、ぶどう2房を完食。どれも立派なサイズで高級感のあるフルーツばかり。スーパーの値段で考えると、まあ、4000円以上はくだらないんじゃないでしょうか。で、あと自分で運転してきた場合、ガソリン代や高速料金かかってしまいますからね、ツアー料金を超えてしまいそうです。さあ、続いて立ち寄ったのは余市町内の道の駅。こちらで一休みです。
売店には余市の名物が勢ぞろい。前浜で採れたニシンのワイン漬けを燻製したものや、飲み比べで楽しめる種類豊富なフルーツジュース、中にはワインで使う品種のブドウジュースもありました。ジュースなんでしょうこれ。そうなんです。いただきます。すっごい濃厚だ。それでいて少しこうほんのり甘酸っぱさ、酸味があって非常に上品な味わいです。午後1時ランチタイム、仁木町の山あいへ、香りが豊かなあの秋の味覚を堪能します。さあお分かりでしょうか。こちら道産のキノコをたっぷり使ったキノコ汁と炊き込みご飯です。キノコゴロゴロ入っていますではいただきます。しみる。コリコリ食感がたまらないですね。キノコのお出汁がこのお味噌汁にも凝縮されています。炊き込みご飯も優しい味わいで美味しい。ツアーのお客さんたちも秋の味覚に舌鼓、箸が進みます。果物狩りして思いっきり動いてきたんで美味しいです。もっと時間が欲しいまた来年のこと考えると笑われちゃいますけど、またやりたいです。食事が終わったらお土産コーナーへ。ここではキノコスープなどが試飲できるんです。人気のしいたけスープと食べきりサイズのなめたけをお土産に買いました。さあバスは小樽市へ。訪れたのは老舗の酒蔵田中酒造。見て回るだけではありませんよ。ここでは日本酒の飲み比べができちゃいます。自分で運転したらこうはいかないですね。そうなんですよね。はい、全部試飲できます。うわ迷っちゃうな。あ、もう飲む方は全種類飲む方もいらっしゃいます。今の一番人気は秋の限定です。秋酒、ね、やっぱそうなんですね、はい、これが今一番です。口当たりがすごい滑らかで、すっと爽やかないい香りが抜けるんですよ。あ、おいしい、ね、バスツアーなので車の運転の心配もありませんからね。この後ほぼ全種類飲ませていただきましただからってそんなにガンガン飲まなくていいさあちなみにスイーツもありますよ。秋の味覚、かぼちゃのあんがたっぷり入った酒まんじゅう、 お土産にして札幌に戻ります。ツアーの開催予定日はご覧の通りです。料金は6,990円。もう大人気で空席が少なくなっていますので、参加したい方は電話でお問い合わせしてみてください。こちらのツアーいかがでしたか。いかがでしたか魅力ありますね確かにね、私はお酒好きですから、はい、運転するとは飲めないでしょ。こうバスツアー飲めますし、果物取り放題、もう絶対行きます運転しない人もドライバーさんに気を使わないで帰るとか、ね、ね、寝てこれるしね、いいですよね。それが魅力ですよね。さあ続いてもお得すぎる食べ放題プラン、お寿司が好きな方必見です。2つ目はお寿司の食べ放題プランです。今回集合場所が札幌市内のホテル前です。10月限定のプランということで、さあ食べ放題の食べ物とは何でしょうか。お寿司です。札幌にはまだ進出していない、知る人ぞ知る回転寿司の名店のお寿司です。札幌にはまだ来てないお寿司屋さんなんですね。わ、それは期待が高まります。どられも知らないんだ。そう、さあまずは苫小牧の老舗菓子店へ、うん、ランチは室蘭で思う存分お寿司を堪能します、うん、そして伊達の道の駅に立ち寄り、うん、壮瞥町へ。こちらも日帰りコース、参加者限定のお得な特典も。ツアーのお客様だけ無料でが可能になります。え、無料でいいんですか、はい、それは嬉しい。特典はツアーの最後に発表、はい、今回はバスツアーと同じ工程で HIS の秋山さんに案内していただきました。さあまずは老舗菓子店三つ星さんでお買い物です。はい、いや本当にいろいろあって迷ってしまいますね。はい、
酔いと負けが有名ですが、今年新たに販売されたアレンジ商品が話題になっているんです。食べづらいでおなじみのハスカップの色鮮やかなソースが魅力の酔いと負け ね、 ね、さあこのソースを使ったパンが人気です。クリームがぎっしりです。これは知らなかった。これ美味しそうだ。このパンがふわふわでクリームの中にハスカップの果実を食べてるような果肉も感じられるんですよね、うん、でしかも酔いと負けなのに手で持って食べられるのも魅力ですよね。食べづらくないんだ。そうなんです、食べやすいんです。苫小牧でしか食べられない酔いと負けパン、うん、酔いと負けパンゲットですね。さあ続いては今度は室蘭へ向かいます。出発から3時間待ちに待ったお寿司を思う存分堪能します。いよいよですね。はい、普段このお店では食べ放題はしていないんですが、このツアーだけ特別に食べ放題をご用意しております。あ、じゃあツアーの参加者だけこの食べ放題で楽しむことができるんですね。さあ気合十分。札幌に進出していない伊達のお寿司屋さん、回転寿司割烹伊達わさび、こちらも知る人ぞ知る名店です。安い皿だけ食べるとかそういうことじゃないでしょ。じゃないです。美味しい。結構、うん、ここに来たらよろっていう感じで。マグロが美味しいです。あとここホタテも大きいんだよね、厚みもいいし。ネタがとても大きいなっていう印象です。おすすめします。食べ放題は60分制限です。まずは定番の腰盛りを堪能します。どれも大ぶりですっごい美味しそうなんですけど、お客さんがおすすめしていたホタテいただきます。いや、いいっすね。ホタテも肉厚です。あ、美味しそうだな。本当に食感がもうしっかりとしていて、新鮮さがうかがえる弾力感がすごいあります。おいしい、うん、さあ本格的な食べ放題に突入。ネタはなんと60種類以上です。こうやって見てワクワクしますね。なんかね、しかもそうなんです、大トロ、マグロの大トロ、アワビなんかも入ってるんですよ。しかもあの味覚も旬の生サンマになります。 ありがとうございます。うわ、これもネタが大きいですよ。さっきパン食べてましたよね。はい、ペース配分考えない。おいしい。程よく脂が乗っているので、うん、舌の上でとろけるような感じ。肉厚ですしね、一口でいけるかなぐらい大きいので、これは贅沢ですよ。スーパーでもお高いですからね。それをサンマも何個食べてもいい。何皿でも、はい、これは本当ありがたいです。食べ残しは厳禁です。持ち帰りは別料金となりますのでご注意ください。このまま食べ進めること50分あと10分締めて32個いただきました。おいしかったです。お腹いっぱい大満足です。この後まだあるんでしょ。だってそうです、高級品も多いですからね。他の店舗だと5000円ぐらいはかかっちゃうんですか、ないですかね。まあ、中には最高で80個食べた方もいるそうですよ。まあ、たくさん食べてください、はい、さあ次は伊達に移動して一休みです。立ち寄ったのは道の駅伊達歴史の森です。さあ伊達市の道の駅に立ち寄りましたが、こちらではどんなものがあるんでしょうか。はい、こちらの道の駅は地元の農家さんたちの朝採れ野菜が豊富にあり、お土産にぴったりなんです。それは嬉しいです。胆振近郊80軒以上の農家さんが作った野菜や果物、秋はかぼちゃや青菜などが並ぶんですって。本当にいろいろたくさんお土産ありますね。たくさんあるんですが、はい、今話題になっているのがこちらのお土産になります。え、何ですか。え、近畿の柿の種ですって。え、どういうことですか。そう、高級魚近畿の魚醤で味付けした柿の種なんです。で、今年4月に発売して以来口コミで評判となっているそうです。うん、うん、おいしい。近畿の旨味ぎゅーっと凝縮した感じです。
後からこう柿の種らしいピリッとした辛さがきて癖になる味です。そして最後に立ち寄ったのは壮瞥町。ツアー参加者だけの特典がついた秋の美味しいものを楽しみます。デザートですか。本日のリンゴ狩り会場はこちらです。はい、あ、たくさんなってますね。ここは、はい、津軽をご案内しました。はい、津軽、あ、結構もう赤くなっていて下の方まで結構、ね、なってるんですね。旬のリンゴの食べ放題ができるんです。さっき寿司あんな食べたのに食べ放題ですよ。でもいけちゃうんでしょこれきっと、はい、収穫時間は1時間です、ね、津軽をはじめ取る時は指1本軸の横に置いていただいて、はい、そのままただ上に持ち上げてください。あ、本当だ、簡単に取れました。うわー美味しそう。おん、おー、うん、甘い、うん、本当にみずみずしい。リンゴの蜜の味っていうんですかね、本当にジューシーで甘いです。ツアー2度目の食べ放題、お寿司で全力を尽くしてたくさん食べれないという方、はい、ご安心ください、はい、太っ腹な特典がついています。リンゴ何個も食べられないからね。いや、リンゴ本当に美味しかったです。何個かいただいたんですけれども、このね残り私買って帰ろうかなと思います。いや、通常だと料金がかかるんですが、はい、このツアーのお客様だけ無料でお持ち帰りが可能になります。え、無料で、はい、いいんですか。それは嬉しい。リンゴ3個まで持ち帰ることができる特典までついて、もうまさに食い倒れのお得すぎるツアー、ね、このツアーも早い者勝ちです。さあ、ツアー開催予定日はご覧の通りです。料金は11,800円。お申し込みは電話またはホームページで受け付けています。寿司の食べ放題すごいでしょう。どうですか、何個くらい食べれそうですか。いや、福永さんがちょっと喧嘩越しになったの分かりましたね行きたいですよね、食べ放題、それも高級、ね、食材、アワビに大トロですよ。ほんで自分で計画立てなくても全部仕切って連れてってくれるんですもんね。そうなんです、楽ちんでいいですよね。まあ、こういうツアーをうまく使うと旅のバリエーションもいろいろ広がっていくんじゃないでしょうかね。まあ、人気のツアーとなってますんでね、皆さん参考になさってください。